この駅では上り列車と交換のため約3分停車いたします。お待たせいたしました。この電車は下り高輪駅ワンマン電車です。この電車の入り口は進行方向運転室後方のドアです。お降りの際はご乗車期間中の通知、乗車券を運賃箱に入れてからお降りください。駅係員に降りますときではホーム側の手札をいただきます。その際には駅係員に運賃、乗車券をお渡しください。運賃は進行方向運転室後方の表示器に表示されます。次は中野町、中野町、カールショップともえ中野町でございます。降り口は左側です。この駅には駅係員がおります。ホームが段差となっておりますので、お降りの際はお気をつけください。発車します。ご注意ください。次は観音、観音、金太郎ホーム、観音でございます。降り口は左側です。運賃は進行方向運転室後方の表示器に表示されます。次は元町市、上り町市、本町市、京葉東和薬品、元町市でございます。降り口は左側です。運賃は進行方向運転室後方の表示器に表示されます。次は元町市、上り町市、本町市、京葉東和薬品、元町市、元町市に停車いたします。次は笠上黒羽、笠上黒羽、髪の毛黒羽、笠上黒羽でございます。降り口は左側です。この駅には駅係員がおります。次は笠上黒羽駅に停車いたします。この駅では上り列車と交換のため約3分停車いたします。8時22分の発車となります。この電車はこの先ワンマン運転となります。この先の駅でお降りのお客様は一番前のドアよりお降り願います。後ろ側の車両はドアが開きませんのでご注意ください。お手持ちの乗車券は運転士へお渡し願います。次は笠上黒羽駅に停車いたします。お待たせいたしました。次は西足鹿島、見えないことで未来を開く芦沢ハイテック株式会社西足鹿島でございます。降り口は進行方向運転室後方のドア右側です。運賃は進行方向運転室後方の表示器に表示されます。次は見えないことで未来を開く芦沢ハイテック株式会社西足鹿島に停車いたします。銚子市民センターへはこちらでお降りください。ホームが段差となっておりますのでお降りの際はお気をつけください。次は足鹿島、足腰元気鑑賞法足鹿島でございます。降り口は運転室後方のドア左側です。運賃は運転室後方の表示器に表示されます。ご乗車の皆様、最高プロダクション所属、銚子市 PR アイドル、銚子電鉄担当の天ヶ瀬斗真です。風光明媚な景観を誇る足鹿島の海岸周辺は明治、大正時代の文人たちが滞在したことで知られています。文学好きの方には銚子出身の国木田独歩をはじめ、小川宇泉、尾崎学堂の文学碑や竹久夢二の宵待ち草の碑をめぐる散策がおすすめです。次は足鹿島に停車いたします。最高だぜ調子。次は君ヶ浜、どうする君ヶ浜でございます。入り口は進行方向運転室後方のドア左側です。運賃は進行方向運転室後方の表示器に表示されます。ご乗車ありがとうございました。次は犬坊 OTS 沖縄ツーリスト犬坊崎温泉犬坊でございます。次は許可はありがとう許可は終点でございます。運賃は進行方向運転室後方の標識に表示されます。入り口は右側。
にご乗車いただきまして誠にありがとうございました。